皆さん、こんにちは。フィリピン・ダバオ情報チャンネルの町田です。今日はですね、リクエストとして、ダバオで仕入れられる日本食材の値段とかを教えてほしいというリクエストをいただきましたので、今日は日本食材が豊富に揃っている G モールというモールを調べてきましたので、お伝えしようと思います。写真にいろいろ撮ってきましたんで、写真を見ながらですね、紹介していきます。はい。こちらがですね、G モールの外観になります。G モールオブダバオと書いてありますね。ダバオにはいろいろとモールがあるんですけども、この G モールが先ほども言いましたけども、日本食材が一番豊富に揃っているモールです。はい。これが G モールの中になっています。非常にですね、大きなモールで、ここに行けばまあ何でも揃うというような感じですね。で、日本食材が売っているスーパーマーケットは、ここの階の、ここが1階なんですけども、下になります。地下1階ですね。はい、早速ですけれども、こちらが日本食材のコーナーになります。スーパー、地下1階のスーパーの中に入っています。ずらーっとありますけれども、こんな感じで麺類があったりですとか、後ほど、値段も、今見にくいと思いますけども、ちょっとアップにして見ていきたいと思います。はい、このようにコーヒー類があったりですとか、またお茶もありますね。はい。このようなペットボトルのお茶もあったり、マヨネーズもあります。ひじきですとか、海苔ですとか、またふりかけもありますね。はい。で、カレーもあれば、缶詰類もありますし、お茶漬けの素なんかもあります。はい。スープ系もありますし、ソースもありますね。はい。とか、キムチのタレとか、焼肉のタレとかもありますね。麺つゆもありますし、お酢ですとか、みりんですね。とかもあります。甘酒も売ってますね。すし酢も売ってます。端から見ると、それでは全部ではないですけれども、商品を絞って価格を見ていきたいと思います。今この動画を撮っているのがですね、2023年の2月なんですけども、だいたいレートが1ペソあたり 2.4 円となっていますね。なので、かける 2.4 というふうに、捉えていただければと思います。はい。じゃあ見ていきましょう。井桁の濃い口醤油が178ペソですね。で、下にあるキッコーマンの特選丸大豆醤油が348ペソとなっています。また、みりん調味料ですね。みりんは98ペソ。2種類ありまして、右の方にあるホンテリという方は198ペソになってますね。はい。非常に便利なブルドックソース。こちらは中濃ソースで178ペソとなっています。あ、また焼きそばソースなんかも売ってますね。すいません。ちょっと値段が映ってないですけれども。はい。こちら、エバラ焼肉のタレ定番ですけれども、この真下にある左の方の 148.5 ペソは先ほど映っていた焼きそばソースの値段ですね。で、右の方にある188ペソというのが、エバラ焼肉のタレの値段になっています。はい、こちら、カツオだしの素ですね。はい、だしも売ってまして、安い方は左の方で88ペソ、本だしの方は268ペソになってますね。はい、こちらカレーのレトルトもあれば、カレールーも売ってますね。レトルトの方を見ると、有名なもので、銀座カリーですとか、それは158ペソになってますし、ハヤシライスの、これはルーの方ですね。138ペソになってますね。ビーフシチューの素なんかも売ってまして、158ペソになってますね。はい。で、カレーのルーはゴールデンカレーで、258ペソが、甘口。で、辛口の方は248ペソになってますね。あ、アーモンドカレーも上にありまして、138ペソになってますね。はい。麻婆豆腐の素なんかも売ってます。これも138ペソですかね。はい。左下の親子丼の素。これはまあレトルトですね。親子丼のレトルトも売ってて118ペソになってますね。いろいろありますね。続きまして缶詰コーナーです。はい。じゃあ左の上から見ていくと188ペソ、サンマかば焼きの缶詰ですね。で、その隣が唐揚げの缶詰なんかもあるんですね。これは118ペソなんですかね。で、焼き鳥の、缶詰が88ペソ、シーチキンコーンも88ペソ。で、隣ってアサリの缶詰が138ペソと、本当にいろんな種類の缶詰が売ってますね。はい。まあ大体、こちらの方は100ペソから200ペソの間ぐらいでというふうな感じですね。あ、上の方でちょっと切れちゃってますけども、高級な牡蠣とか、ホタテの缶詰なんかは388ペソ、ムール貝とかね、すいません。写真がちょっと切れちゃってますけど、私、ちょっとこちら買ったことないんで、ちょっとやっぱ割高ですよね。まあ、当然ですけれども、日本から輸入してますんで、だいたい2倍ぐらいの値段になってるんじゃないですかね。はい、続きまして、ふりかけですね。いろんなふりかけが売ってます。こちらはだいたい88ペソになってますね。まあちょっといいのは188ペソとかのもありますけれども、すいません、ちょっと切れちゃってますけれど、だいたい88ペソでのり玉とか、ごま塩とかは買えますね。はい、続きまして、焼き海苔ですね。このマストバイとなってるので、絶対おすすめみたいな感じで売ってるんですが、もしかしたらちょっと割引価格で売ってるかもしれません。88ペソですね。大きな板海苔5枚、188ペソとなっています。続いて、はい、キユーピーのハーフの方ですね。こちら 450g で268ペソ。ちょっとわかりにくいですが、高い方598ペソはマヨネーズ 1kg となってますね。はい、マヨネーズも売ってます。続いてこんなペットボトルのお茶なんかもですね、売っていますね。ウーロン茶で188ペソ。これは2リットルのものですね。こちら全部2リットルですね。で、多いお茶とか、優しい麦茶238ペソ。爽健美茶とかは、168ペソで売ってますね。はい。上の方にも安い、形の2リットルの、お茶も売ってますね。88ペソで麦茶とかも売ってますね。はい。こちら私は個人的にお世話になってるんですけども、職人のコーヒーですね。ドリップ型のコーヒーはなかなかここ以外では、ダバオでは買えないんじゃないかなと思います。あと会員制の S&R というところにも売ってますけども、それ以外でしたら G モールでしか見たことないですね。はい。職人のコーヒーは、右から青いの行きますと、378ペソですね。これ16杯分なので、だいたい1杯20ペソぐらい、だからだいたい50円ぐらいで飲めるので、やっぱりダバオでも外で買うコーヒーと比べたら安く飲める、美味しいのが飲めるので、私はこちらを、買って毎日飲んでいます。はい。まあ、バラエティパックなんかもちょっとだけ高めですけど、458ペソで売ってますね。また缶コーヒー、これはコロナの終わってからと言いますが、これはパンデミックが終わってから、よく目にするようになりましたね。さすがにちょっと買ったことはないですけれど、でもいい価格で売ってますね。上の方から見えますと、まあだいたい88ペソから高くても98ペソで売ってますね。やっぱこういうのは自動販売機が懐かしくなりますけれども、はい。日本にいるときはよく飲んでましたね。まあ、安いタイプで48ペソのも売ってますね。はい。こちら、カップ焼きそばコーナーですね。コーナーといいますか、カップ焼きそばですね。118ペソ。一平ちゃんの方は138ペソ。はい。で、下の方のソース焼きそばは138ペソで売ってます。はい。こちらもあれですね。日本人には嬉しい札幌一番、醤油味。こちらは5個パックですね。5個入りのパックで418ペソになってますね。で、下の方に行くと、マルちゃん製麺238ペソ。札幌味噌も、だいたい全部これ238ペソになってますね。はい。またこんな麺も売ってますね。そうめんですとか、安くて158ペソで、高いもので288ペソになってますね。こちらもカップラーメンで、158ペソ。全部そうなってますね。いろいろな種類が本当に売ってます。はい。これは実はですね、こちらの反対側、今ずらっと見てきたんですけども、この棚がありますよね。それが表と裏で両方とも日本食材コーナーになって、こちら裏側になります。まあ一番手前が飴ちゃんですね。飴になってますね。それとお菓子が並んでる感じで、こちらも見ていきたいと思います。はい。飴はだいたいまあ、安いもので88ペソ。で、高いもので138ペソなんで、まあ、お手頃価格で買えるっていう感じですかね。いろいろな飴が売っています。で、こちら、メジャーなもので下から行くと、キノコの山とか、タケノコの里ですね。小さい小袋がいっぱい入ってるような感じのお菓子ですね。が売ってますね。ちょっと値段見にくいですけど、238ペソかな。キノコの山、タケノコの里。はい。とか、まあ、ココナッツサブレとか、いろいろなものが売ってます。こちら取った理由は一番下のあれですね。揚げ一番。まあ、好きな方多いと思うんですけども、こちらも188ペソで売ってます。はい。ジュースも売ってますね。下から行くと、なっちゃんとか懐かしいですね。168ペソ。蜂蜜レモン、まだ売ってるんですね、これも。188ペソ。日本の水も売ってるんですね。158ペソということで。はい。飲み物も豊富に揃っています。はい。カルピスなんかも上行くとありますし、紅茶家電もありますね。はい。カルピス118ペソ、紅茶家電108ペソ、メロンソーダ88ペソという感じで売ってますね。はい。そしてお酒が好きな方は、こんな感じで缶チューハイですか？私はお酒飲まないのでちょっとよくわからないですけども、だいたいパッと見た感じで安いもので88ペソで、高くても98、99ペソですね。ぐらいで買えるんですね。で、またこちら棚のコーナーの奥の方に行くと、日本でいう100均で売ってるような、日常品、日常生活で使える便利なものが売ってまして、こっちではまあ100円ショップじゃなくてですね、だいたい日本の100円ショップで売ってるようなものは88ペソショップという感じで売ってますね。全部、ここにあるものはすべて88ペソだけですよっていう感じで、書いてあります。はい。まあちょっと88ペソより高いものはこちらにまとまってまして、ここは石鹸ですね。もうほぼ石鹸コーナーですね。アルコールも売ってますけども、こういったような日本の石鹸、まあベビー石鹸なんかも売ってますね。はい、こちらも88ペソコーナーの続きです。こちらもですね。はい。なので結構日本で日常生活で使ってたようなものを持ってこなくてもこんな感じで買えたりもするということですね。はい。で、こちらどこにあるかと言いますと、この1番、01番、番号が棚ごとにありまして、ジャパニーズプロダクト、日本食とか日本製品は01番のとこにありますんで、G モールの地下1階のスーパー、こちらではグロッセリーってみんな言いますけども、グロッセリースーパーに行ったら、この01番の棚をですね、探していただけたら、今お見せしたところに行くことができますので、参考にしてください。はい、こちらは、まあ、さっきの棚から離れてですね、右の方を見ていただくとわかりますけど、棚がずらっと、本当に結構大きなスーパーなんですけれども、こう並んでる中で、途中で、こちらに棚があって、こっちにも棚がずらっと並んで、真ん中の歩くとこですね、のセンターに商品が置いてあるとこがあるんですけど、そこにも、まあ、さっきと同じようなものがほとんどですけれども、日本の食材がこうやって置いてあったりもしますね。はい、マヨネーズとか水とか、ジュースとかが売ってます。はい、続きまして、ちょっと別で冷凍食品コーナーですね。これは日本から来てるものかちょっとわからないですけども、和牛キューブということで、こんな感じも売ってますね。日本だとサイコロステーキっていう感じですかね。はい。まあ、以前、これが日本語表示でサイコロステーキという形で売ってたのも見たことがあります。はい。1400ペソですね。1キログラム。またこれは日本食材ではないですけども、ハーゲンダッツ好きな方多いと思うんですが、まあ、こんな感じで売ってますね。50% オフで225ペソ。まあ、普段だと450ペソぐらいですかね。大きめの方が。小さめの方で159ペソ。で、ハーゲンダッツなんか、あと下の方にゴディバなんかもありますね。はい。そういったものも買うことができます。はい。で、また日本食材に戻りまして、うなぎのかば焼きも売ってますね。521ペソ。やっぱり、ちょっと高めですけれども、以前どうしてもうなぎが食べたくなって買ったことがあるんですが、やっぱ美味しかったですね。山椒が一緒になってないんで山椒欲しかったですけれども、まあでもしっかりうなぎのタレでうなぎを食べることができたんで美味しかったです。やっぱ値段がちょっとするんでなかなか普段は手が届かないですけども、うなぎも売ってます。またですね、こういう風に飛び子も売ってますね。右の方にあるゴールデンキャビアという名前にしたらアメリカで、すごい売れるようになったっていうのを聞いたことありますけれども、1548ペソで、これはどんな人が買うかって言いますと、日本食レストランが結構あって、まあ、日本人の方がやってるとこもあれば、フィリピン人の方がやってるとこもあって、フィリピンスタイルのとこは大体巻物の寿司というとこの写真にありますけれども、カリフォルニアロールとかですね。周りにこうやって飛び子をつけて出てくることが多いんで、そういうところで使われてるんでしょうね。はい。またカニカマも売ってます。103ペソですね。はい。またこちら別の棚なんですけれども、さっき一番最初にご紹介した棚とは、01番とはまた別の棚にですね、このように、カップラーメンが出たりもします。はい。ひじきってちょっとすいません。写真ボケてますけれども、88ペソでひじきが売ってたりもしてますね。カップラーメンのカレーが98ペソ。またトムヤンクン味のやつも98ペソで売ってますね。力餅とか赤いきつねですね。118ペソで売ってます。どん兵衛の緑のたぬきと赤いきつね、だから緑のたぬきですね。118ペソで売ってます。はい。そしてこちら、レジですけれども、手前にプレイウィス G キャッシュって出てますけれど、今フィリピンではですね、この G キャッシュというキャッシュレスで支払えるというものも流行ってきています。まあ、ただまだ現金が主流でして、現金もしくはクレジットカードも使えますね。ちなみに日本のスーパーに時々あるようなセルフのレジっていうのはまだ少なくともダバオ市では見たことがありません。はい、こんな感じですね。で、レジにバーコードを読むレジ、またお金のやり取りする人が一人いて、その奥にですね、だいたいこの袋詰めしてくれる人がいるんですね。なので、さぞかし効率的で早いだろうと思う人もいるかもしれませんが、意外と、待たされますね。はい。まあまあ、なかなかですね、日本のようにパパパパパッと素早くやってくれることはないので、気長に待つと、時々、イライラしちゃいますけれども、気長に待つという感じです。はい。最後にですね、こちら同じスーパーのフロア、地下1階にあるんですけども、このように両替屋さんもあるので、両替されたい方はですね、まあ、レートが特別良くもなく悪くもなくという感じですかね、ここは。はい。両替することもできます。はい。いかがでしたでしょうか。本日はフィリピンダバオ市で購入できる日本食材の料金、価格についてお伝えしました。もしですね、ダバオについてこんなことが知りたいっていうようなことがございましたら、ぜひコメント欄にコメントしてください。はい、チャンネル登録といいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。